皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。デフィニトリーノットフライドチキン、実況始めます。工場改革で役を増産した前回。最新式の生産設備に入れ替えたおかげでメスも増し増し。ただで大学に葉っぱと役くれてやっただけのことはあったのよ。これで6でもない性能やったら警備員2機に勝ち込み行かせてたとこやったな。いけませんね、そんな反社会的な言い草は。我々はあくまでも健全経営の真っ当な密売業者なんですから。お天道様に顔向けできない健全経営。管理マリ NPC 処刑への配達も順調に消化。従業員の皆さんの新しい装備も次々にアンロックしてなかなか順調。それでは今回も健全経営で頑張っていきましょい。さて本日の健全経営ですが、前回メス生産ラインの増強を果たしましたので、今回は新たな役の生産に手を出したいところです。いいじゃない。ただ新たな役を作るための設備をアンロックするにはまだ少々ポイントが足りません。必要なポイントは1600少々。今少しまず必要がありますね。まあそんくらいならすぐに稼げるのよ。そんな我々の前に新たなガンギマリ NPC が登場。ハロー、地球人よ。私たちは何光年も旅をしてここにやってきました。戦うつもりはありません。今度のガンギマリは宇宙人に来たはびっくり。私たちの研究はまだ結論を見出せていません。追加の研究が必要です。地球人、私たちと接続してください。接続って何さ？要するに葉っぱくれ。新たなガンギマリのお名前は宇宙人のエルビスさん。葉っぱのためだけに何光年も旅して地球にやってきた、なんというかどうしようもない宇宙人です。国境どころか惑星を超える。それが葉っぱ。葉っぱがあれば何でもできる。おいおい、グローバル経営飛び越えてユニバース経営になっちまったのよ。エルビスさんのご注文は基本タイマ20箱で制限時間なし。いっちゃんお安い葉っぱとかスケールでかい割にして天のなエルビスに来。各ショップへの配達の合間にお届けしてもらいましょう。制限時間がないので配達自体は順調そのもの。今運び入れている葉っぱが最後ですね。シュールやな。葉っぱがんぎめして墜落とかしよったらあかんで、エルビスに来。エリア21で解剖一直線や。多分しばらくこの町に滞在されるでしょうから、ガンギマル時間はいくらでもあるでしょうけどね。 UFO に葉っぱ積み込んでる横パトカー素通りしてんのはロタ。こんな突っ込みどころしかない絵面無視すんなや。しっかし宇宙飛行士ジャック2機の次のお客さんが宇宙人のエルビス2機。なんか思わせぶりな順番ですね。ジャック2機いいやつだったよ。ジャックさん死んでませんけどね。多分正直あの UFO の中で仲良くガンギメてる絵しか浮かばない。宇宙旅行は長くて退屈です。私たちは灰に、本物の灰になりたいだけなのです。心ゆくまでガンギメてくれやエルビス2機。では報酬の確認です。今回のオーダーでエルビスさんがエイリアンスーツをアンロックしてくれました。効果はキャラクターを出張して攻撃がヒットしにくくなるとのこと。これも警備員2機用のお洋服なのな。なかなかトリッキーなグッズのようですね。そういえば忘れていたので警備員2機の片方を衣装チェンジ。前回ジャックさんにアンロックしてもらった戦闘用宇宙服にお召し替えです。ガンダムやん。これで HP70% プラス。ガンショップで買ったアーマーとどっちがいいのかちょっと迷うのよね。次の襲撃で検証して性能がいい方に統一ですね。なもんどうやって検証するのさ。次の襲撃でどちらかが死ねば生き残った方の装備に統一します。わっかりやすいのな。エルビスさんのオーダーをこなす間にポイントも稼げました。では本日のメインタスク、新しい役の開発です。いいね。今回生産を始めるのはメス関連で、上から2番目のグレードのクリアメスです。まずはクリアメスの成分を抽出するクリアメスステーションをアンロック。そしてクリアメス以降のメスは上流の前に生成工程が必要になります。生成にはリファイナーを使用しますので、こちらも最高級のオートリファイナーをアンロック。生成処理については初手から自動化して生産効率を上げていきましょう。ますますいいね。次に工場用地の確保。さすがに工場も手狭になってきたので、メス工場を拡張するための土地を購入します。購入した土地にメス工場を拡張。では設備を設置していきましょう。まずはクリアメスステーション。クリアメスの生成条件は湿度と温度。それぞれ湿度4、温度2の場所に設置しなければ最高級品を作ることはできません。やっぱグレード高い役だから条件も増えてんのよね。大型ヒーター、小型ヒーターを1台ずつ設置して温度2の場所を確保。クリアメスステーション3台を設置します。もっと綺麗に並べたいとこだけど、最高級品のためには仕方ないのよね。グレードにこだわらなければ綺麗に並べて台数も増やせるんですけどね。セレブ御用達のユニバース企業だからしょうがないね。そして小型、大型加湿器それぞれ1台を設置して湿度の条件を整えます。メスの抽出についてはこれで OK ですね。お次はオートリファイナーの設置です。こちらもメスステーションと同様の条件を担保しなければなりません。小型ヒーターで温度条件を合わせた場所にリファイナーを設置。その後大型、小型加湿器で湿度条件を整えます。リファイナーについても最高級の稼働条件を確保しました。上流工程についてはクラウディーメスと同じなので設備を兼用。湿
しかし冷却工程についてはクラウディーネスとクリアネスでは条件が異なります。必要な温度条件である温度2の場所に新たに大型冷却器を設置します。あとは自動破砕テーブルを追加で設置すればクリアネスの生産準備完了です。すげえ真面目に生産ライン設計してっけど作ってるのは役なのよね。工場の準備ができたので従業員を新規雇用、クリアネス生産担当として新たに2名の従業員を雇います。早速ユニフォームを支給。ジャックニキからもらった宇宙服な。ではクリアネスの生産開始です。期待の新商品張り切って作ったってや。早速新入社員がクリアネスステーションで作業開始。見たところクリアネスの抽出はクラウディーネスより時間がかかりそうですね。やっぱグレードの高い物は手間もかかるにあなって、この一手間が末端価格に跳ねるってわけなのよ。抽出したクリアネスを生成機にセット。高い設備を買いましたので生成処理は自動で複数同時に可能。お金よ金。生成を終えたネスを蒸留機にセット。この後はクラウディーネスと同じ工程になりますね。どうやらラインは問題なく稼働、品質も最高級の役ができそうです。これはおいくらで売れるのか実に楽しみなのよ。クリアネスの出荷を待つ間に福利工程に手をつけます。従業員が増えてトイレの待ち時間が長くなってきたのでトイレとシャワーをそれぞれ一部屋追加。あれな、うちも随分と福利工程はリッチなホワイト企業だけど、さすがにそろそろ手狭になってきたのな。かなり余裕を見せ拡張してたんですけどね。さすがにそろそろ限界かもしれないのよ。メスの先の役に手を出す頃には抜本的に工場の改装が必要になるかもしれませんね。そしてクリアメスの出荷準備を進めていた我々ですが、そこに新商品の匂いを嗅ぎつけたガンギマリアリケリ。俺たちは真っ当な仕事をしている真っ当な人間だ。だから真っ当なドラッグが欲しいんだよ。うん、そうだね。赤き工場労働者フランクさんからクリアメス20箱のご注文が入りました。まだキッチンやにも下ろしてねえってのにマジ鼻がつくのな。フランクニキ、制限時間は10時間、1回では無理でしょうから2回に分けてお届けすることにしましょう。まだ作り始めたばかりなんや。すまんな。お前の世代はあまりにも活発すぎて仕事に向いていない。すまんな。予定通り最初のオーダーは達成できず、まあすでに16箱を届け済みですので次で決めましょう。それまで届いた役でも決めて待っててくれやフランクニキ。赤に負けてはなるものかとこちらのガンギマリからも追加のオーダー。私たちの研究はまだ結論を見出せていません。追加の研究が必要です。地球人、私たちと接続してください。追加が必要なのは研究じゃなくて草なのよな。宇宙人エルビスさんから基本タイマ20箱の追加オーダー。こちらも制限時間は10時間。配達が届きません。ワープ工法について聞いたことはないんですか。ワープで届けろと格差に上すぎやろエルビスニキ。まあこちらも次回のお届けでオーダー完了といきましょう。その後フランクさんから改めてオーダーが入り、これを完了。リラックスして気を緩めろ。俺たちはお前を迎え入れるか。お前は組合の一員じゃない。だから間に合ってますんで結構です。意外と律儀なフランクさん。けど赤は勘弁な。ちなみに今回のオーダーは報酬なし。次は頼むわフランクニキ。チキンショップではクリアメスの店頭販売開始。店頭販売言うても密売やけどな。売れ行き好調。その末端価格1125ドルなり。クラウディーメスより300ドル以上高いのな。ええー、でクリアメスの販売も始まったことですし、ここで少々チキンショップに手を入れますかね。え、なんか問題あんの。今ちょうど工場から配達した薬を倉庫に運び入れているんですが、ご覧のようにかなり距離があるんですよね。あ、ほんと。随分と遠い場所に車止めてんのな。一応倉庫の裏にも車止めがあるんですが、なんかそこは使ってくれないんですよね。ですのでもっと運び入れを効率化できるようにお店のレイアウトを修正します。そして修正したレイアウトがこんな感じ。倉庫は今までの反対側に移して運び入れの距離を縮め、それに合わせてカウンターも左右反対側に移動しました。スペースの問題でお客様用トイレも左右反対側に移動です。ちょっとキッチンに無駄なスペースできちゃったけどまあええか。これでお客様を待たせることなく新鮮なお料理と薬を提供することができますね。朝になって従業員が出勤。新しい倉庫にちゃんと運び入れてくれてますね。これで営業中に薬が届いても時間かけずに運べるのよ。クリアメスの生産を開始して販売量アップが見込めます。無駄な時間はなるべく省いていきたいですね。しっかりさばいてくれや、頼むで。ハロー地球人、私たちはあなたの惑星の娯楽用物質をサンプリングしたいと考えています。つまりガンギマリタイムやな。ええー、で、その後宇宙人エルビスさんから追加のオーダー。前回の残りをさばいて無事に完了。ちなみにエルビスさんのオーダーも今回は無報酬。エルビスニキも次は頼むで、赤に負けんなよ。
といったところで今回はこんなところですね。メスが好調で資産も23万ドルまで増えたし、いや結構結構。やはり単価の高い武器を捌くと売り上げも跳ねますね。これでまださらにグレードの高い役があるんでしょ。夢が広がリングなのよ。ガンジマリ NPC からのオーダーも順調ですし、またいいアイテムがもらえるといいですね。それでは日々拡大を続ける我が工場を眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。